東来区は大韓民国富山広域市の中央部に位置する区。北で、金井区、西に山を隔てて、北区、富山地区、南で、蓮津美区、東で、平ンで区に境を接する。北から流れる温泉川は、区の中央部を南に流れて、方向を東に変え、蓮津美区との境界をなして、水泳港に合流する。東来温泉は、温泉川の西側にある。 東来温泉がある。朝鮮王朝時代に、現在の富山広域市一帯を管轄した東来府が置かれた場所で、友情や教皇などの遺跡もある。白木以降、現在の富山広域市域の大部分を管轄する東来軍が置かれ、その行政の中心が本区にあった。東来府は、中世から近世にかけての日朝外交の場となった。近代に入ると、 富山が港湾都市として発展を遂げる一方、到来では温泉を中心に保養地、住宅地として開発が進められ、1930年に到来有となった。1942年に富山府に編入された。1957年に発足した到来区は、現在の水泳区、平運で区、金井区。 連ンみ区も含む広大な区であったが、分区によって中心部のみを管轄地域としている。行政区域図行制度は14道、法定道は9道からなる。区長は副線道にある。区長庁は再三期。ありがとうございます。